続いて、最後での柴山先生に作曲家リハールについて紹介していただきたいと思います。先生ね、今日とっても貴重な資料をいっぱいお持ちいただいてますので、ぜひぜひお願いします。柴山です。なんか急に固い話をしなきゃならないようになったんで、まあ少しご勘弁して聞いてくださっていただいて、聞いていただきます。まあレハールの勉強全部喋ってると一晩かかっちゃいますので、まあレハールのワルツについて多少ちょっとお話しようかなと思います。実はレハールっていう作曲家のウィーンでの立場っていうのは結構微妙なもんがあります。例えばウィーンで、あれだけ、メリウィードで成功し、それから世界的になって、でウィーンでその大金持ちにもなったわけですけれども、で無条件で成功したとちょっと言えない面があるんですね。それは何かっていうと、彼のワルツっていうのはちょっとウィーンの伝統的なものからちょっと外れてるんですね。ですからちょっとお考えいただくと、例えばニューイヤーコンサートで今までレハールの曲っていうのは長年一度もやってこなかったんです。そういえばそうですね、初めて2017年にドーダメルガーの式の時に、ウィンナフラーのウィーン女っていう初期のオペレッタのネヒレデル行進曲って、行進曲が初めて登場した。これについて勝ってウィーンの音楽家に、なぜニューイヤーでレハールやらないんだって言った。それで直接の答えじゃなくて、でヨハン・シュトラウスの音楽は我々のヘルツだ、つまり心の音楽だと、そういう答えが入ってきてレハールについて触れてもらう。それからメリー・ウィードもウィーンの国立会議長で100年間一度もやってこなかったんですね。やっと10年近く前にルドルフ・ビーブルが指揮して、やっと国立会議長で取り上げられたんです、それまで国立じゃなかったと。でもちろんフォークスオーパーじゃアンデアウィン劇場でやってましたけど、国立会議場から絶対メリーウィードはシャットアウトされて、衝撃的。いやもう今びっくりして角を肩をぶつかっちゃいましたよ。これは私もね、長らく、ね、なぜかっていうと、これかなりウィンの音楽家の真相、心の真相に触れる問題なんだけれども、この今日読んできた評論家の話だって、要するにウィーンの伝統的なワルツっていうのは、レントラー舞曲っていう古いオーストリーの民衆の舞曲から、ね、都市的に発展してきて、都市のダンス音楽として確立されたのがワルツなんですね。それは踊るための音楽だから、リズムをはっきりさせて、かつインテンポでもって、かつスイングしながら踊れるような音楽でないと踊れないわけですね。それでそういう伝統がずっと続いてきたわけです。それでシトラツの音源かけられますか。はい、はい、お願いします。これからちょっとおかけするCD の録音がありますけど、これはヨハン・シュトラウスが1890年代に録音したといわれる老館のレコードの録音で、唯一の貴重な録音が残ってます。これはもうヨハン・シュトラウスがどういうふうにワルツを考えてたかという意味で非常に貴重な音源なんですね。わぁ、めっちゃレトロ。うわってなってる。本当だ。うわってなる。
ただくように非常にスイング感があって、うん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 、本当にあの踊りたくなる音楽なんですね、はいはいはい、これをしレハールが壊してしまったと捉えられる。つまり彼はあのベルウィードに使った最後 の, あの バルジーレン踊り2人が踊るところのワルツは有名ですけれども、うんうん、これは劇 の音楽として2人の男が引き立てるための劇の音楽で、はいはい、普通の踊るための音楽じゃないそうですね。これは今度やったあのルクセンブルクの伯爵のワルツでも同じことが言えるわけです、うんうん、歌うためのというかメロディックですね、すごくね。そうですね、はい、ですから今度低音の使い方がまで使ってって、はいはい、あのシトラスだとまず頭のキッと打ってて、それで不意になると200秒を強調して、うん、するリズムがミニテンポで確立していくんだけども、レハールのワルツはメロディーをいかに美しくするかということに、うん、が力点になって、低音まで、頭を打つっていうよりも流して軽く頭を打って中にはあの一小節全音符でもって定期にコントラバスの指示がしてと止まる通りで、いわゆるリズムっていうのはメロディーをいかにきれいにサポートしていくかの定期なんです。そういうやっぱ劇音楽としての付随音楽としてレハールはそういうふうに確立してると思うんで、その辺はウィーンの人には中でことの音楽家にはちょっと受け入れがたいとか。なるほど、踊れないじゃないかってことですよね。それで、最近読んでたフランツ・エンドラーって言って有名な評論、ウィンの評論家にいるんですが、はい、それはレハールの伝記を書いてるわけです、うん、その中のウィンのワルツについての批評は非常にひどいものでして、彼はシトラス節の確立した舞曲レントラーの流れを組む伝統的なウィンナーワルツ、すなわち踊るためのワルツから逸脱してしまったと。それは青い目のワルツの中に黒い目のワルツが入ってきたようなもの。孤独感、病的、単調的和声、急に色あせてしまう光。それらに覆われた原野の中のワルツであると。これはあのスラブ風のワルツだという言い方ですね。スラブ風、ね、これは、彼の生い立ちに、ね、はい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 、非常によるところで、うん、彼の生まれたのはちょうど、コムロンというちょうど今でいうスロバキアなんですけれども、はい、私行ったことあるんですけども、うん、ハンガリーの方から列車に乗ってって、あのハンガリー側の駅で降りて、うんうん、それで大きな土のような橋がかかってるわけです。それを渡っていくとちょうど ですからハンガリーとスロバキアとあのオーストリアのちょうど接点で生まれてるんですね。ですからそれと彼の血筋っていうのはおじいさんはチェコスロバキア のガラス工場の経営者だったんですね。それでお父さんは、そこから出発して、軍隊で軍楽隊の隊長として、これはもうオーストリアでも五種に入る 軍楽隊長です。そのたまたま生まれた時の認知がコムロンだったんで、彼はハンガリー人だということだったけど、父はあの、チェコの父の系統で、だから彼はプラハの音楽大学へ行って、当時そこの校長があのドヴォルザークだったんですね。それで彼は、ね、そこでバイオリンと理論を学んで、それでドイツのオーケストラのまずコンサートマスターになって、そこでまず当時作曲もしてたんですが、書いてたのは交響詩だとかあのバイオリンの小競奏曲だとか結構いい曲書いてるんですね。そういう経歴からたまたま お父さんがウィーンの学長になってきたもんで、自分もウィーンへ戻って、
あの文学祭の入って学長になって、そのうちにアンダーウィン劇場、つまりメリードを初演した劇場の指揮者になって、そこでの指揮の同僚がロベルト・ストルツという、ですからメリビードを、あの最初に指揮したのは、ね、ロベルト・ストルツ同僚の、それで ずっとあのロベルト・ストルツがメリビードをずっと続編して下野の指揮をしてたわけで、ところがロベルト・ストルツは、ね、レハールのワルツを表して、彼はヴィンナ・ワルツは分かってないってことで、すごいお仕事存在させてもらっといてまあ本当同格の同僚だったんですけど、これはちょっとだから、ストルツはグラーツの生まれで音大の学長さんの息子だから、はいはい、無理もないとこもあるんですけど、だけどストルツ、レハールは一度生で自分でヨハン・シュトラウスの指揮のもとで演奏したことがあって、それで非常に感激し、まあ、文学隊の一員としてでしたけども、それで非常にその今の水面感のある演奏に対して感激してるわけです、はいはい、だから彼がシュトラウスの音楽を知らないはずはないんですね、はいはい、だけど彼の音楽観からすると、別の道へヴィンナ・ワルツを持ってってしまったと。なるほど。で今度はその、ルクセンブルクの伯爵の今度は音楽なんですが、はいはい、この特徴として、レハールはあのワグナーとかリハルト・シュトラウスとか、うん、まあ、センベルの音楽までよく研究してますですからこのルネの、はい、最初の登場の歌ありますね、はいはい、あれはワグナー流のライトモチーフとして後に繰り返し使ってるわけですね。そうですね、はいはい、ですからある評価はこのオペレッタはワーグナー風とポピュラリティを両立された素晴らしいオペレッタだという評価をしているわけですね。プッチーニの影響も受けてますよね。やっぱりボエムとなんというか、あ、そうですか、似てるようなところもすごくあるなと思って、はい、ボエムとあのプッチーニとの仲良かったんですよ、ね、あ、はい、ですからボエミトの国とトーランドとかよく言ってます。そうですよね、はいはい、同じ時期に同じようなことをやってるわけなので、例えばトーランドットの誰も寝てはならぬと、はいはい、今この微笑みの国の奇妙なこの連れてと、はいはいはい、どっちがいいでしょうか。あ、両方名曲ですよね、はい、それともう、そういうことがあるわけですね、はいはい、するとこのオペレッタでルクセンブルクのワルツ、の音楽については、はいはい、ワルツを含めてとてもその出演する人の役についてその時の心理状態や行動についてぴったりとつけてくれる、うん、あ、はいはい、本当にあのアンジェールの登場とかなんかは、そうですね、はい、最初不安感、いかにも不安感で、ついて出て、あれなんかもよくそれ分かると思います。そうですね、それからあのバジル公爵の登場のとこはマズルカ使ったんですよ、スラブの武器で。ここでもマズルカなんですよね、アリアが。そうですね、はいはいはい、ですから それをモチーフとして繰り返していくのはワグナー風なんです。あ、なるほど。それからもう一つ非常に特徴的だったのは、はい、ワルツの使い方です、はい、今までのヨハン・シュトラウスのオペレッタを聞いていれば、どういう場面でもさっきのヨハン・シュトラウスはワルツのところでさっきのウィーンの伝統的なリズムって絶対崩さないわけです、ね、あ、はい、だけどこのルクセンブルクの場合のレハールは非常に、ね、ワルツをまた分解して
その場に応じたワルツの指示をしてるわけですね。ざっと見てってもテンポでバルス、バルスってことは大体フランス語系の言葉で、はい、皆さんよくご存知なのはラバルスっていう有名なラベルの曲がありますね。これはフランスのバルツの解釈としてすごい名曲なんだけども、そのバルツという言葉を使って、はい、ドイツ語のワルツァーという言葉を使ってないわけですね。あ、それでテンポでバルツ、それからよく使うのはバルツモデラート、それからただバルツとバルツと、だけど一箇所だけナンバー19のフィナーレの2番ですか、ワルツァーインターメゾっていうワルツァーっていう言葉をわざわざ使ってるわけです、ですからそこはバルツとワルツをワルツァーを区別して演奏しろという指示ですから、それでことにその中間でもって前後はテンポでバルツですけれども、特にストレンゲンワルツァーテンポという指示が間に入っているとか、要するに厳密なワルツのテンポでもってここは演奏しろという指示をして使い分けているんです。いかにですかね、ティハールとワルツっていうものを本質を理解しながら応用していったかっていうのはこの辺のことがわかるんですね。すごいワルツの曲ですか。それで、ここで一つティハールの指揮のもとで演奏されているこの曲のワルツの録音がありますので、あの CD 今借りてもいいですか。なんか CD ちょっと読み込めなかったみたいで、ちょっと CD デッキで再生してもいいですか。いいですよ、はい、お借りします。あと CD、はい、あのカバンに入ってすいません、ちょっとお借りします。休憩といらない。いや、もうそのままピューッと行っていただいた方が、はい、何かご説明があれば先にしていただきながら、リハールが指揮をしてくれたやつなんですかね、これが。これは1945年ぐらいにチューリヒのトンハルオーケストラを指揮して、はい、レハールが晩年、もう最後47年亡くなってましたから、はい、スイスで亡命してる時に録音した、はい、いわば最後の録音なんですね。スイスに亡命してたんですか。これはね、長くなるからなんですけども、ナチとの関係が非常に微妙だったんですね。本当に奥さんがユダヤ人だったから、で何度かね逮捕されそうになったんですね。ゲシュタボが収容に来て、そのたびにゲッペルスに彼は直接出ましてですね、それで出させられて。あ、そうなんですか。それを支えてきれいに流していくっていうの特徴が非常によく出てると思います。
て優しいですね。これがレハルだと思うんですね。なんかディズニーにもつながるな、ディズニーのクラシックディズニーの雰囲気とすごい似てるなって思います。ですからね、実は今日の会の前に、はい、レハルの式と、はい、レハルのワルツと、ウィーンの有名なワルツの指揮者が、はい、指揮したのと聴き比べをやってみた。おすると、ウィーンの伝統的なワルツの指揮をしてたアントン・パウリックなんて古い人は、うん、なんとかこのレハールのメロディーを古いウィーンのワルツのテンポに押し込もうとして研究とするわけです。じゃんじゃんって何ですか。ウィーフルのコンサートマスターが指揮者だったウィリー・ボスコフスキーはさすがにね、その辺は心得てて、いかに両者を妥協させるかっていうのを一生懸命やってるの。面白い、すごい。そういうなんか感じはよく分かってきた。これからすごいな。いや、すごいです。もうなんかもうさすがって感じでした。はい、お勉強になりました。ありがとうございます。